株式会社 FM ノースウェーブは北海道を放送対象地域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。愛称はノースウェーブ。コールサインはジョップブ FM、ジャパン FM リーグ加盟局。開局当初は中堅ゼネコン、千崎工業のグループ会社で設立には毎日新聞社、セゾングループが関わっている。開局にあたっては 北海道通信社が設立した FM ニュー北海道と免許申請を争った経緯もあった。開局から数年で営業黒字を計上したが、スタジオ設備や送信書、中継局を大量に開局したことなどの初期投資による累積赤字が課題となっていた。1 9九十年代末より、千崎工業の経営不安説が流れると、道内経済史などで売却話が、 盛んに報道された。その千崎工業が2004年に実際に事実上破綻をすると、FM ノースウェイブも2004年3月期末で約7億6000万円の債務超過が問題となった。再建にあたっては、会社の売却先として、道内発祥のゲーム会社、ハドソンや道内民放テレビ局などが候補に上がったものの条件面で折り合わなかったとされ、最終的には、 北海道の第三セクター、北海道空港のグループ会社、ハッキーアクシスへ売却された。ハッキーアクシスは2010年10月に、遠礼社に、社名変更した。2021年2月、札幌市に本社を置く通信販売会社北の、達人コーポレーションは、遠礼社が所有する、当社株式全部の上等を2021年3月31日付で、受け、 当社を連結市会社にすると発表した。開局当初より他の JFLKFM 局と同様に音楽番組中心の編成となっている。選曲はおおむね1970年代以降の洋楽が中心であるが国内の若手ミュージシャンを積極的に DJ として起用するなど最新の方角にも力を入れている。トークを 最小限に止めじっくり音楽を聴かせる番組も多く、根強いファンが多い。また、日曜から月曜にかけての深夜も含めて24時間放送を実施しているが、不定期に放送が休止される場合がある。JFL 系では初めてアニメソングを主体にした番組アニソン R を開始した。ラジコでの道内向け同時再送信。 ラジコプレミアムでの全国向け再送信は2015年7月30日より開始。これは道内民放ラジオ局で最後、および JFL 系でも最後だった。ラジコ参入まではインターネットではながらクリスモウェーブのみでの提供であったが、リスモウェーブは2019年9月30日に終了した。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。 出展、1992年3月31日2003年3月31日2015年3月31日、札幌大通中継局がある、札幌テレビ等直接受信が不可能な地域も含め、以下のケーブルテレビ局や有線放送で受信可能。開局時より使われていたグルーブバスに代わり、2006年春から新たにビートトラックを 2017年8月より、ハッピネスワゴンの運用を開始した。主に生放送中の外からのリポートなどに使われる。中継車には、ワイド番組ごとに、リポーターが乗車し、札幌市内を中心に中継を行っている。年1回夏には、全道キャラバンと題し、通常はスタジオで進行をしている DJ も乗車した上で、道内主要都市に出張している。なお、 2019年の全道キャラバンでは、ハッピネスワゴンではなくトヨタマーク X をベースとした期間限定中継車が使用された。かつては平日、土曜の日中及び日曜午前のワイド番組でレポートを入れていたが、現在は土曜午後のステドラ。ステーションドライブサタデーを除くと平日日中のワイド番組において、不定期で行うのみに留まっている。 FM ノースウェイブでは放送番組内、あるいは番組の合間に、以下の生活情報が入れられる。2021年7月現在。j ウェーブ制作クロス f m b f m その他。ありがとうございます。